はい、皆さんこんにちは。今日は、南海部品越谷店に来ております。今フロントね、ミシュランロード5履いてまして、これいつだったっけな、去年の多分もう1年近くなると思うんですけど交換しまして、で一方リアはですね、まだブリヂストンの T32 のままなんですよね。リアはまあ以前の動画で言いましたけど山が全然残ってたんで交換してなかったんですけど、ここに来てだいぶスリップサインが見えてきたんで交換ですね。これもうだいぶスリップサインが出てきちゃったんでね、替え時なんですよね。なので今南海部品さんで、ロード5のリアを予約してきました。で南海部品さんの場合はね、土日はなんかあらかじめ予約できなくて、でまあとりあえずあれどっから出るんだっけ、在庫があるのでピットが開いたら今日やってくれるってことで3時半頃また来てくれって言うんでね、まあ今まだ11時半なんですけどだいぶ時間あるんでね、一旦帰ります。はい、こっから出れんのか。でフロントロード5じゃないですか。それでもうすでにロード6っていうの出てるんで、まあリアね、ロード5なくなっちゃったらどうしようってちょっとだけビビってたんですけど、まあ当分併売するらしいんでね、今回も在庫あったんで全然問題ないですよ。ただ南海部品さんはね、ロード5の方はちょっとロード6より安くやってるんでお得ですよ今だったらね。ということで一旦帰ってまた来まーす。それでミシュランロード5にね帰る前にちょっと今履いてるブリヂストン T32 の総括をしておきたいんですけど、いやこれ T32 ねすごいいいタイヤでしたよ、結論から言うとね。だって今オドが3万7000で、T32 に変えたのが1万ちょっとの時だったんで、リアはなんと2万7000キロ持ちましたよ。なかなかすごくないですか、ツーリングタイヤとはいえ。でグリップ性能とか旋回性とかも、まあ以前レポートしましたけど申し分ないですしね、乗り心地とかねなかなかでしたよ。ただ任線の場合フロントがね消耗が早いんで、フロントはまあ言っても1万7000で変えたんですけどね、まあそれでも1万7000走れば全然ね元は取ったっていう感じですよね。はい、ということでね、ブリヂストン T32 はまあリアに関しては驚異の2万7000キロ持ったということでした。それでは、はい、タイヤ交換終了しました。こんな感じでミシュランロード5ですね。で念のためもう一回オドを見るとですね、3万7583キロ、そうね、こっからスタートですね今回。まあT32 が驚異の2万7000キロ走ったんで、これはどれぐらい走れるかって
興味津々ですけどね。もっと走るかもしれないですね、ひょっとしたら。でね、まあ今から帰るんですけど、ちょっともうちょっとそっち出ますか。これ皆さんタイヤ交換したらね、すぐに帰っちゃダメですよ。帰る前に大事な動画があるんでね、この動画は絶対見てくださいね。このちょっと上の方に出てると思いますけど、これは絶対戒めにしてもらわないと。ここですよ、ここが大事ね。ここが大事ですからね。第一関門クリア。ほんと滑るんでね、新しいタイヤは気をつけないと、ね。はい、ということで今日は、南海部品越谷店でタイヤ交換ね、リアしました。フロントと同じミシュランロード5を装着しました。はい、ここが大事、ここがね。はい、しつこいな、何度もってね。はい、じゃあそういうことでどうも失礼しました。それではまた。ほんじゃねー。